や。じゃあちょっとその 対決の前に、タイヤさんのウォーミングアップということで、ちょっとミットを持ってみたいと思います。おじゃあ軽くいきましょう。じゃあジャンプから。おー早い。はい、それ。おお、やっぱ G 君のパンチですね。前僕が東郷先生に習ったパンチですね、これまさに。おお、威力あるぞ、かなり。おお、いや楽しいですね、これは。はい、斉藤君大丈夫か。やばい。やばい。キレと威力すごいっすよ、やっぱり。やっぱりその格闘技と打ち方が違うから、うんうんうん、多分動揺すると思う。ああ、で斉藤君初めての感じだね。ステップなんかストレートが独特だったっすね、本当に。うん、見てても。じゃあこんなところでやっていきましょうか。おお、斉藤君どう。頑張ります。そんだけ、はい、緊張してますか。緊張してる。強かったもんだって。大丈夫、どうですか。あお茶ブルが胸を借りるつもりでぶつかってきます。それじゃあ行きますよ。始め、行きましょう。いけ、行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 け。おー、弟子の斉藤は。斉藤くんなんか引き腰だったね。まあでもいいスパリングだったじゃないですか。すごく。平さんどうでした、初めてボクシング。ボクシングは初めてなんですか。こういうのは初めてかもしれないですね。そうですね。はい。斉藤さんの重たかったですよ。重たかったですか。どう、斉藤くんやってみて。強かった。強かった。強かった。うまかったね、やっぱその、はい、ノーモーションパンチというかがすごい綺麗に入ってます。モーション見づらかった。見づらかったです。あと見てですね、こうしっかり、うん、入りづらかった、はい、入りづらくてあんま攻め込めなかったって感じか。そうですね。なるほど、やっぱいいですね。あのタイミングがずれるから、あのジークンドーのパンチ、うん、結構被弾してるところあったから、はい、あれすごい有効だと思いますね、このボクシングとかのスパーリングでも。東郷先生どうですか。はい、まあ体重差ある中、いやよく頑張ったんじゃないかな。すごい思いました。はい、まあね、気持ちで負けないようにすることがやっぱり最後の重要になってくると思うので、はい、